今ね、すごい綺麗な飴色になってます。もしかしたらこれがね、理想的な油膜かもしれません。皆さんこんにちは、サルです。ではね、油液をやっていこうと思います。目的はね、より強い油膜、油膜を作るということです。で、今回ね、なるべく炎が大きい方がいいので、シングルバーナーのようなね、一点集中ではなくて、こういう家庭用のカセットコンロ、これでより広い炎でやりたいと思います。で、使う油はこれですね、キャノーラ油ってね、すごく安いです。300円もしなかったと思います。で、これは菜種油です。いろんな視聴者さんから教えてもらったんですけど、菜種油のように、とにかくですね、乾性油、乾燥する性質の油、ほっとくとすぐ乾燥する油ですね。ヨウ素っていう成分が多いそうですけど、そういうものがいいそうです。なので今までやってたオリーブオイル、これはね、乾性油ではないので、こちらを使いたいと思います。とても安いのでね、いいと思います。で、塗る方法としては、いかにね、ムラなく塗るかということで、ちょっとね、こういうハケを使ってみたいと思います。これも100均です。油性用でも使えますのでね。で、ちょっとよくわからないんですけど、こういうふうにね、2本あったので、こちらも使ってみたいと思います。で、安いハケの注意点はですね、塗ってる途中にね、ペンキの塗装とかね、経験のある人分かると思うんですけど、抜けるんですよね、毛が。それがね、くっつくと、鉄板がね、なんていうかな、ちょっとみすぼらしくなっちゃうので、その毛がくっついた時にね、ピンセットで毛を取るというふうな、まるで塗装ですけどね、そういう方法をやってみたいと思ってます。で、塗り重ねるときはね、熱々では塗れませんのでね、多分燃えちゃいますので。だから鉄板をね、その都度冷やさないといけないんですけど、水で冷やすとかではなくて、空冷式です。はい、簡易扇風機。今ね、2月、非常に気温も寒いのでね、これですぐに冷えると思いますので、今回空冷でね、冷やしながら、冷えたら油を薄く塗って、で、また加熱してというふうにしたいと思います。なるべく強い油膜を作るためには、真っ黒なね、炭のように炭化させない方がいいという話も聞きましたので、今回なるべく飴色ぐらいを目指して油膜を作っていきたいと思います。では始めます。少しでも鉄板の温度がね、同じにしたいなという思いから、このキャンドゥのバーナーパッドも使ってみようと思います。炎はね、中火です。強火にすればね、結局温度のムラができちゃうと思うので、中火から、本当は弱火でもいいかもしれませんけどね、中火でやります。はい、じゃあ最初にね、まず空焼きですね、やっていきます。やっぱ新品のような状態にしないと、全体がね、綺麗にこう色が変わっていくっていう状態は作れないのかもしれません。今回はね、別にこの酸化皮膜を目的ではないし、ダイソーのミニ鉄板でやって分かった通り、酸化皮膜自体はね、錆防止力っていうのはそこまで強くないので、ある程度でいいと思ってます。なのでこれぐらいにしましょう。こういう感じですかね。ですね。はい、もう冷えてるので、布の上に置いてもね、大丈夫です。薄く塗るために、金属トレイにね、入れるんですけど、トレイをちょっと斜めにした状態でね、ちょっと高さをつけてやって、で、こう濡らして、こちらでね、余計な油を落として塗りたいと思います。塗装をしてるような気分。そうですね。はい、いいですね。いいですね。ちょっとカメラでね、見えにくいかもしれませんけど、今ね、決してこう、今、ダマにならない感じ。はい、これだったらね、ムラにはならん気がしますね。で、また油焼きをしていきます。今ね、ちょっとこう、見てわかると思うんですけど、表面がね、油で光を反射してますね。黒くはしたくないんです。油、乾性油、乾きやすい油ですから、そもそも。なるべく
黒いね炭のような油にするんではなくて、まあ乾かしたいだけですね。はい、まあだいぶね飴色になったのでもうやめましょう。ちょっとねこれじゃ多分黒くなると思うんで、あえてこのぐらいで一回引きます。でまた冷やします。2回目油をねまた塗ってやろうと思います。このハケを使ってペンキのようにね、ちょっと塗り足してやります。はい、またねこれ2回目塗ってテカテカになってます。2回目塗った油もね乾いてきた感じになりました。どうしてもね表面がね綺麗にあのツルツルにはならないですね。塗装の場合だったら一度乾いたらあのヤスリをかけるんですね、400番とかで、でまた上から塗るんですねまさかそこまではねここではできませんけど、まあ理屈で言えばねそういう本当は作業が必要なんだとは思います。2回目は乾いたので冷やしましょう。これ冷やすのもね今ぐらい気温が低いと、まあ、5度前後あのもう1分当てればね結構冷えますね。この麺のね布の上に置いてもねこう焦げたりすることがないので、はい。で3回目ですね、3回目の塗りをやってます。油を塗ったのでまた乾かしていきます。油が濡れたかどうかはねこう光に反射させてやればね分かりますね。以前ダイソーの鉄板で油焼きの実験した時には合計16回もね油焼きをやってたんですよね。途中でね分からなくなってね12回ぐらいかなと思ってたらね、後でビデオ再生して数えたら16回やってましたね。はい、であんなにねやる必要ないと今回思ってますけどね。まあ回数よりもね焦がさないこと、真っ黒にしないことを目標に、あの油を乾かすということを目標にねちょっとやっております。綺麗にやろうと思えばやっぱりあれですね、表面をヤスリかけながらねやった方が絶対良さそうですね。今ねこの部分、右下の部分これ、ね、めちゃくちゃ綺麗になってるんですよ。右下の角あそこね本当にね綺麗です。なんかなんて言えばいいのかわかんないです。ニスというかね、透明な樹脂がね綺麗に固まってるようなね表面が平らになってます。だからあの状態を全体にできれば理想ですね。それはねおそらくヤスリをかけながらやらないといけないと思います。はい、煙がだいぶ出なくなったのでこれで3回目を折ってまた冷やします。4回目ねまた薄く油を塗ります。言ったかもしれませんが、塗るときは立ち上がりのね、四隅の部分も全部塗っております。4回目のでは焼きをやります。これね、すごい綺麗な、なんかマーブルですよ。なんか大理石のようなね、すごい綺麗な模様になってます。もう芸術品かなと。いう感じで、焼くのもったいないですね。なんか飾っときたいような感じです。4回目もねだいぶ乾いてきましたね。はい、もう黙々とね油がね蒸発して黒くなるような状態にはねしてませんので、今回だいたい乾いたかなぐらいでね、こう黒くなりそうな前に、火からね上げて冷まして、で上塗りするを繰り返してます。じゃあ冷まします。空冷って結構すごいですね。思ったより早く冷めていきますね。こう鉄板に当たって温まった風がね手にくるんですけど、最初ね暑かったのがもうすぐね冷たくなってきますね。空冷って意外とすごいですね。まあ、エンジンでもね水冷じゃなくて空冷エンジンとか普通にありますよね。実はね勢いさえ
強ければ空冷ってそれなりに大したシステムなのかもしれませんね。はい、5回目、私が正しければ5回目です。最後の塗りとしようと思います。ダイソーの鉄板をシーズニング実験した時に気づいた方いらっしゃるかもしれませんけど、鉄板のね、裏側にね、少しね、2回ぐらいね、1、2回かな、流れたんですよね、油が。でそこがね、いつまでも油膜が強くてですね、2週間外に放置してても、まあ裏側だからという理由かもしれませんけど、錆びなかったんですよね。あ、すごいなと思って。だから薄い油膜でもね、実は強いのかなという気がしてます。これ最後です。5回油塗りをしました。黒くなる前にね、やめてますので、油を焼くんではなくて油を乾かすっていう感じでやってます。から焼きしてても煙が出ないのは乾いてるからではないかなと思いますので、もうこのぐらいにします。ちなみに今回裏はやってません。はい、あえてやりません。ダイソーのね、シーズニング実験の後2週間放置してみて思ったんですけど、別に裏ってそんなに必要ないんじゃないかな、錆びないんじゃないかな、まあ、そんな気がしましたんでね、やっても1回ぐらいでいいと思うんですね。でこれ裏はね、塩酸処理してませんので、もともと最初にやりましたのでね、もうやらないです。やっても1回ぐらいでしょうね。なんか気が向けばやるかもしれません。はい、いいですね。これぐらいにしたいと思います。はい、ということで、5回塗った鉄板、これを今後使っていこうと思います。続きまして、このダイソーのミニ鉄板、同じようにね、飴色に近い形で油を塗っていこうと思います。これね、から焼きをしないでね、やってみたいんですね、あえて。から焼きしないでやったらね、どうなるのか知りたいっていう興味でからね、あえてから焼きなしでやってみようと思います。これまだね、冷たいので、今のうちに熱くなる前に塗っちゃいましょう。1回目ということですね。はい、あ、もう熱くなってきた。早いな。はい、早いな。1回目は油を塗って、あんまりね、これも真っ黒にしないで、あえて黒くなりそうな前に冷やして、ほら、ちょっとずつね、黒くなってきましたもんね。もうこれぐらいにします。はい、じゃあ1回目冷やします。やっぱりね、ダイソーのミニ鉄板の方が厚みがあるので、なんかね、温度が下がりにくい感じがしますね。手に当たる風がね、さっきのキャンドゥよりもね、結構いつまでもあったかい、生ぬるいですね。これが蓄熱性ですね。はい、まあいいでしょう。で、ここに2回目の油を薄く塗りまして、もうこんな感じでいいような気がしますね。で、やっていきます。2回目です。私のチャンネル見ていただいている方はですね、割とガチのね、工作をされる方が多いので、釈迦に説法かもしれませんけど、これペンチが熱くなったらね、交換しながら、やけどしないようにね、することが大事です。あるいはね、革手袋するとかね、その辺のやけど対策はね、しっかり行ってください。まあね、分かりにくいんですけどね、ちょっとこんな感じで、そんなに塗ってないのになと思うのにね、なんかこう垂れそうな感じになるんです。そうなったらね、こうなんかで拭いてやった方がね、多分いいですよね。こう拭いてやれば、はい、なくなりますので、垂れてる部分はね、これで乾かした方がいいかもしれませんけどね。もうね、乾いたと思いますので冷やしていきます。はい、良さそうですね。では3回目ですね。
私の記憶が正しければ3回目の油塗り、はい。でまた乾かしていきましょう。多分ね、乾かしてるとまたね、さっきみたいにダマができるんで、そしたら拭き取ってやりましょう。今ね、すごい綺麗なね、飴色になってます。もしかするとこれが理想的な油膜かもしれません。はい、だいたい乾いてきたので、次冷やして4回目の油塗りをやろうと思います。冷えましたね。大丈夫そうです。で4回目の油塗りですね。はい、ある程度ね、熱くなってくるとちょっとずつね、煙が出始めるんですね。でその煙の勢いがね、少し収まった頃合いを見計らって、ちょっとこう表面がね、乾いているところとそうでないところの差が出てくるんですけど、まあその差があまりにもね大きそうだったら、ちょっと拭き取ってやる、まあ綿のね布なんかで軽く拭き取ってやるという感じで、そのなるべくこうダマを作らないように、ムラを作らないような焼き方を今してるつもりです。今ね、全体がね綺麗な飴色になってます。これね、理想的な油膜の鉄板かもしれません。はい、乾いたのでね、また冷やして、次最後にします。5回目ですね。今回ね、黒くはなってません。キャンドゥの方もこのダイソーの方もね、あえて黒くなるまでは加熱せず、油を焼かないで、飴色の状態で揚げて冷やして油を乾かすということを繰り返してます。この冷やしてる理由はハケを使ってるという理由だけです。ハケがね、この熱々の上だとね、燃えちゃうので、焦げちゃうので。ハケの毛はね、豚の毛とか材料に書いてましたけどね、動物の毛です。ハケもね、焦げちゃうと困るので、鉄板を冷やしてから油を塗り足してます。はい、いいですね。じゃあ5回目また薄く塗りまして、多分ねこれでいいと思いますね。今まで真っ黒にしてましたけどね、なんかこれでいいような気がしてきましたが、気がするだけなので、あまり無責任なこと言うと怒られるんですけどね。すごい綺麗なね、飴色の今鉄板になってます。まあ、これが理想的なね、油膜かもしれないですね。今回あえてね、炭のようにね黒焼きはしてません。飴色です。煙がねこう少し出てきました。鉄板が熱くなってる感じですね。で見ると表面がね、やっぱ乾いてるところとそうでないところがあります。はい、なのでムラになりそうなところだけ気になるんだったら、綿のねのでちょっとこう取ってやります。でこう表面がねサラサラになりますんで、でもう少し煙が出る間は乾かしてやって、すごい手間かかりますけどね、めちゃくちゃ綺麗な色ですよ。飴色ですよ、飴色この鉄板ね、理想的かもしれないです。なんかね、食欲をそそりそうなね飴色です。わかります？見えない、なんか暗いですね、ここね。ちょっとね、奥内でやってますんでね、風通しのいいねとこです。換気はね、皆さんくれぐれも気をつけてくださいね。ここはね、風が吹き抜けるね屋内なんで、はい、半分屋外みたいな場所でやってます。いいでしょう。はい、だいたいねいいと思います。乾いてます、表面はね。これぐらいで終わりにしようと思います。あとはね、もう自然に冷えるのを待って、食べ物を調理してみて、くっつき具合とか、まあ放置してね錆び具合とかを確認していこうと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。